皆さんこんにちは、G2Lゴブルダー、ひろゆきだ。はい、今回の動画はタイトルの通り、私主催第3回変形合体レゴラボコンを開催します。はい、ということで、私主催の変形合体レゴラボコン第3回目を開催したいと思います。初めての方もいると思うんですけど、もうこれ名前の通りなんですけど、変形合体するレゴロボットのコンテストになります。今回の動画では第3回変形合体レゴロボコンのお題を発表したいと思います。ちなみに第1回目のお題がコアロボ変形合体ロボ、2回目のお題が単体合体変形合体ロボでした。1回目と2回目のお題が結構難しかったので、第3回目は簡単なお題にしたいと思います。まあこれだったら誰でも参加してくれるだろうと思って、3回目のお題は簡単なお題にしました。では発表いたします。第3回変形合体レゴロボコンのお題は、乗り物変形合体レゴロボです。まあなんだろうと思うかもしれないんですけど、もう乗り物要素さえあれば OK です。一例に冒険者の大冒険を入れてるんですけど、これはれっきとした乗り物変形合体ロボです。まあそもそもなんで乗り物変形合体レゴロボにしたのかというと、乗り物の変形合体ロボにした方が作りやすいし参加者も多いと思うので、今回は乗り物変形合体ロボにしました。ちなみにダメなお題としては、この110戦隊ガオレンジャーのガオキング、これは乗り物要素が一つもないので、これはダメです。で、あと手元にないんですけど、未来ロボダルタニアスのアトラウスとベラリオスは乗り物じゃなくてガンパーは乗り物なので、これは OK です。で、一例としてエンジンを G2L も載せてるんですけど、こんな感じで乗り物要素かつ生き物要素を入れているのは、これは OK とします。はい、そして今回の変形合体レゴロボコンの最優秀賞者にはこちらを贈呈します。それがこちら。はい、こちらレゴクリエイター音速ジェット機です。はい、では今からコンテストのルールについて説明したいと思います。簡単に言えば乗り物要素のある変形合体レゴロボを作ってきてください。乗り物要素がない変形合体レゴロボは NG とします。で、さらに今回のコンテストでは再現系の作品は NG とします。前回が再現系多かったんで、今回は再現系の作品は NG とします。ただ過去作品は OK です。で、可能であればオリジナルの変形合体レゴロボを作ってきてください。そして今回のコンテストの期間なんですけど、2月の1日から3月の15日までとします。で、応募方法なんですけど、Twitter でハッシュタグ変形合体レゴロボコンとつけてツイートしてください。1人何作品でも OK です。そして賞については第2回変形合体レゴロボコンと同じ賞になってます。はい、ということで今回の動画は第3回変形合体レゴロボコンの告知動画になります。個人的には20作品ぐらいは応募してくれるんじゃないかなと思っております。で、今回の動画以外にブルーマンボックスさんのレゴ好き集合で簡単なレゴロボの作り方の動画もありますので、そちらもぜひご覧ください。はい、それでは皆さんの素敵な変形合体レゴロボに会えるのを楽しみにお待ちしております。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほななーイェーイ。